歴代トップ3に入るくらいの神機能だと、これだけで自分のオリジナルの GPT を作ることができる。GPT っていうのね、僕ここだと思います。これが一番すごい。オリジナルの GPT っていうのを公開していこうかなと思います。実際に僕が作ったものですね。はい。ということで、今日の動画なんですけども、昨日の動画でも解説した GPT 図が今日のメインとなっています。一言で言うと GPT 図やばすぎるという話ですね。どのくらいやばいかといえば、ナルトの許せサスケこれで最後だっていうシーンくらいやばいです。このシーン来ると分かっていっても泣いてしまうという。まあ GPT 図も泣くほどにすごいと思ってください。で、最近ですね、オールツールズ、GPT4 ターボ、アシスタント、API など、まあいろんな発表がありました。で、どれもすごいっていうのは間違いないんですけど、正直 GPT 図は桁違いにすごいかなと個人的には思っています。そんな最近僕が一番注目しているチャット GPT の新機能 GPT 図を今日は徹底解説していこうと思います。多分、日本でもトップクラスに GPT 図触ってるんじゃないかなと思います。発表されてからずっと触っています。はい、ということで、まあ、今日の動画では、そもそも GPT 図が何でどんなことができるのか、そして実際に僕が作った GPT 図を紹介していこうと思うので、ぜひ楽しみにしてください。ということで、最初に GPT 図とは何なのかを説明します。GPT 図というのはオリジナルの GPT をノーコードで簡単に作ることができるチャット GPT の神機能ですね。2023年11月7日の OpenAI Dev Day 以降に使えるようになりました。神機能です。はい。で、具体的に GPT 図何ができるのっていう話なんですけど、例えば、論文を読み込ませて、その論文に対する質問に答えてもらったりとか、あとは好きな画像を出力するように鍛えたチャット GPT みたいなものを使えるようになるっていう感じですね。はい。今までこういうのを毎回ね、プロンプトとかカスタム指示なんかを使ってやっていたんですけども、正直毎回やるには効率悪いじゃないですか。だって毎回同じようなプロンプトを打つっていうのはめんどくさいし、カスタム指示って全部共通して設定する必要があったので、だからこのカスタム指示、このカスタム指示みたいなのって分けられなかったんで、チャット GPT では。なのでその辺がめんどくさかったんですけども、この辺の問題っていうのが GPT 図を使うことで一気に解決することができます。進化しまくるチャット GPT の中で歴代トップ3に入るくらいの神機能だと思いますね。どのくらい神がかってるのかというと、シュートの久保義晴の駆け北線のドリブルとか、H2 の国見ヒロの居場所線のピッチングくらい神がかってます。もうとんでもないですね。例えば、ブログ始め方みたいなキーワードをチャット GPT に与えるだけで自分が欲しいコンテンツを一発で書いてもらえるようなオリジナルのチャット GPT を作ることができます。いや、何度も言うけど凄すぎないですか。後でまた見せますけども。まあ、GPT が分かれるので、だから記事を書きたいときは、まあ、記事執筆用の GPT を使って、画像を作りたいときは、画像作り用の GPT を使うみたいなことをすれば、その辺のことっていうのがめちゃめちゃやりやすくなるので、もうめっちゃすごいです。はい。で、さらにね、今後はそのオリジナルの GPT っていうのを公開してお金を稼ぐことができるようになるらしいです。これは今後なんですけども、そんなに遠くないですね。はい。なので、そういうのができると、お金を稼ぐことができるということで、すごい GPT を作れれば、お金を稼ぐチャンスがあるっていうのはね、お金大好きな Web 職 TV 視聴者さんからしたら、きっとしていられないんじゃないかなと思います。はい。ということで、ここからは、じゃあ、どんな風にオリジナル GPT を作るのかっていう基本的な作り方と、あと、各画面の説明みたいなところをしていこうかなと思います。はい。めちゃめちゃ触ったんでね、いろんなポイントを紹介できるかなと思うので、やっていきましょう。はい。これが11月7日以降の新しいチャット GPT の画面ですね。まあ前の動画でも紹介したんで、この辺さらっといきますけど、GPT4、GPT3.5 プラグインっていうのがこの左上のところで切り替えられるようになっていて、今までDALL-E3とかブラウジングとか分かれていたモードっていうのがこの GPT4 っていうところに全部集約されているような感じですね。はい。で、GPT 自体はここで作ることができます。まあ、この辺は僕が作ってるやつで、いくつか紹介をしていくんですけども、はい。あと、OpenAI が作ってくれた GPT っていうのもあるので、まあ、こういうのを使うこともできますと。昨日も言ったんですけど、この ChatGPT クラシックはかなり個人的にはよく使いますね。今、オールツールズとして、DALL-E とか、ブラウジングとか、いろんなものが ChatGPT のこの4にはくっついてるんですけど、そういうのがあると邪魔な時があるので、何も、そういう余計なブラウジングとかダリーとかそういうのがないクラシックのやつね。今まで通りのやつを使いたいときは結構これ使ってますね。はい。で、GPT どんな感じで作るかっていうと、この Creator GPT っていうところから自分のオリジナル GPT を作っていくような感じになります。で、GPT Builder っていうのが中で動いていて、これとやり取りをすることで簡単に作れるっていうようなイメージですね。まあ、この辺も注意点があるんで後で言うんですけど、まあ、とりあえずですね、どんなことをしたいのっていうのを伝えていきます。ブログの記事執筆をしたいっていう感じですね。はい。そうすると、GPT ビルダーっていうのが動いて、この中の GPT っていうのをいろいろと設定してくれるっていうイメージですね。まあ、AI が勝手に、そのプロンプトみたいなものを作ってくれて、進めてくれるっていう感じですね。まあ、アップデーティング GPT っていうことで、まあ、GPT 更新してるんですけども。はい。で、ブログワードスミス。
というのはどうですかみたいなことで提案をしています。で、これ中でどんな感じになっているかっていうとですね、今みたいに GPT ビルダーとやり取りをすることで、こっちの設定画面があるんですけど、こっちの設定画面の方が勝手に埋まっていくっていう感じですね。なんで今僕はブログの記事執筆をしたいっていうふうに言ったんですけど、それをもとに、まあこの GPT の説明とか、あとは指示ですね。どういうふうにするっていう指示とか、あとはここの、下のところに出る、会話のスタートですね。まあ例文みたいなやつを作ってくれたりっていうのをしています。はい。なんで GPT ビルダーっていうのを触っていくと、ここのところがどんどん更新されていくっていうことですね。今これ名前を提案してくれてるんで、名前のところ何もないんですけど、まあそのまま行きましょうか。別に何でもいいので。はい、OK ということで。で、今アイコンを作ってくれてますね。このアイコン作るのも中でダリーが動いてます。はい、そうするとこんな感じのアイコンで。はい、そうすると、名前とアイコンが決まったので、さっきの空欄になっていた名前のところと、このアイコンのところっていうのが埋まっています。はい、ちなみに自分でアップロードしてもいいし、まあもう一回ね、画像を生成しても大丈夫です。はい、で、こんな感じでやり取りをすることで、自分の思い通りのような GPT っていうのを作ることができるっていうイメージですね。はい、で、こっからなんですけど、こっからはどんな動作をするかっていうのをもうちょっと GPT ビルダーとやり取りをして作っていくみたいな感じになります。まあ今回は記事執筆のやつなんで、じゃあどんな記事を書くのかとか、どういうテーマで記事を書くのかとか、まあ言い回しとか口調みたいな、専門家目線で書くのか、それともフレンドリーな書き方なのかとか、そういうのを設定していくことになります。で、やり取りをしていくと、ここのところのインストラクションっていうのがどんどん更新されていくことになります。で、ここに関してはまあこのぐらいにしておきます。人それぞれ作りたいもの違うと思うので、あんまり僕がやってもしょうがないかなと思うので。で、注意点ですね。僕結構触ったんですけど、これ今散々ここまで説明しときて何なんですけど、僕個人的におすすめなのは GPT ビルダー使わない方がいいと思います。これね、あんまり使わない方がいい。名前決めたりとか、まあこのアイコン設定したりとかっていうのはまあいいんですけど、正直ですね、GPT ビルダーといろいろやり取りをしていくと、ここのインストラクションっていう指示のところをどんどん更新してくれるんですけど、その前に言ったやつを忘れたりするんですよ。だから例えば、じゃあブログのテーマとして、じゃあチャット GPT についてのブログ記事を書きたいですみたいなことを言うと、ここに、だからテーマチャット GPT みたいなことを追加してくれるんですけど、やり取りをしていくうちにどんどんインストラクション更新されていって、そのチャット GPT のことが抜けたりするんです。なので、個人的なおすすめは、ここのインストラクション自分で書いた方がいい。普通に。チャット GPT とかでプロンプト書くじゃないですか。それと同じようなノリで、ここのインストラクション普通に自分で書く方がいいです。その方が間違いない。はい。まあ、英語だからちょっとわかりにくいしね。はい。っていうのは覚えておくといいかなと思います。まあ、ぶっちゃけ名前決めるとかも別にね、自分で名前つけちゃえばいいし、このアイコン作成も別にここでユーズダリっていうのを押してやればアイコン作れるので。だから正直今ですよ、現時点で言うと GPT ビルダー使うメリットそんなにないかなと思います。そういうのもめっちゃめんどくさい。そんなのもよくわかんねえよっていう人は、その GPT ビルダーでサクッとやっちゃえばいいんですけど、割とこう自分の思い通りの動作をさせたいとかっていう人には GPT ビルダー向かないと思いますね。この動画を見てる人って特に、割とこういうのを作りたいっていうのでこだわりがある人が多いと思うので、だったら普通に、こっちのコンフィギュラーっていうところで、設定自分でいじっていく方がいいかなと思います。で、設定にね、もうちょっと戻るとですね、あとここにナレッジっていうところがあります。これ何かっていうと、ファイルをアップロードできるんですけど、さっきね、ちらっと、その GPT 図で論文について答えてもらうことができるみたいに言ったんですけど、ここのファイルに自分が質問したい論文とか、ファイルを上げておくと、そのファイルの情報をもとにいろんなことを答えてくれるようになります。知識なんですけど、ナレッジ。PDF を上げて、それについてやり取りをするみたいなのは、後で実演をしようかなと思います。ちなみに今どんな感じになってるかっていうとですね、これプレビューがあるんで、ここでもちょっと使えるんですけども。こんな感じでね、提案されたのそのままやったんですけども。そうすると、それをもとに、こんな感じで向こうが返してくれるということですね。今テーマも何にもないんで、ブログのコンテンツは書いてくれてないんですけども。はい、このプレビューでいろいろ作りながらできるっていう感じですね。はい、で、次に行くと、ケイパビリティですね。ここで Web ブラウジング、ダリーコードインタープリターっていうことで、このチャットで使うことのできる機能ですね。っていうのも、この3つ選ぶことができます。僕は正直あんまり使わないので、これオフにしちゃってることが多いんですけど、必要なうちでですね、このチャット内でブラウジング機能を使いたかったらオンにするし、画像生成したいんだったらダリ、イメージジェネレーションっていうのをオンにしてやるという感じです。使わないものに関してはオフにしておく方がいいかなと思います。オンにするのは簡単にできるので、基本的にいらなかったら全部オフにしてやる方がいいです。あと最後、アドアクションっていうのがあって、こんな画面があるんですけど、ぶっちゃけですね、この GPT 図のメイン、僕ここだと思います。この後でここ解説をしていくんですけど、これが一番すごい。ただ、一個だけ先に注意点を言うとですね、この画面めちゃくちゃ変わるんです。これ、昨日の動画を見てもらった人だったらわかるんですけど、昨日こんな感じじゃなかったんです。もうちょっとちゃんと項目分かれていて、触りやすいようになっていたんですけど、でも、その触ってる時から思ったんですけど、なんかね、不具合があるんですよ、結構。
なんか保存したはずのが保存されていなかったりとか、設定が消えちゃったりとか、いろんなことがあって、だから多分こんな感じに今なってんじゃないかなと思います。これ多分もうちょっとしたらもっと使いやすくなると思います。はい。まあ今ね、こんな感じのものが、ここに直接書いていかなきゃいけないので、まあかなりハードル正直高くて、普通の人はあんまり触れないんですけど、でもこれ触れるとマジすごいです。GPT とほんまにすごいです。これ後で見せるんで。はい、ということで、まあこれいらないので、今はね、一旦アクションっていうのは消してしまって、で、この辺も昨日解説したんですけど、一応ね、もう一回解説をしておくと、3種類選ぶことができます。この GPT をどうするのかということで、自分だけが使えるようにするのか、それともリンク知ってる人が使えるようにするのか、それとも全員に使えるようにするのかっていうことで、3つ選ぶことができます。まあ、自分だけで使うならオンリーミーだし、例えば、社内とかチームで使いたいんだったら、このオンリーピープルウィズアリンクですね。ファイル全体で公開したかったらパブリックという感じで使い分けてください。僕はテストでやってるんでね、だいたいオンリーミーですね。はい、これからは社内向けのやつとかもいろいろ作っていこうと思うんで、こっちが増えると思いますが、まあ、一旦オンリーミーで、はい、これを押してもらうと、はい、こんな感じでできました。はい、これだけですね。これだけで自分のオリジナルの GPT を作ることができるって感じですね。めっちゃすごいですよね。はい、何回も言いますけど、これ今までのカスタム指示みたいなんで、やろうと思ったらある程度できたんですよ。ただこれ全部共通なんですよ。全部のチャット共通なの。だから、例えばブログ記事を書く用のカスタム指示入れちゃうと、全部のチャットがブログ記事を書くっていう、このカスタム指示元にして動いちゃうので、これだといろいろ使いにくいんですよ。でも今の GPT 図を使うと、こんな感じでチャットごとにいろいろと分かれていくんで、その辺が混乱しないというか、ごちゃごちゃにならなくて、めちゃめちゃ便利という感じですね。はい、なんでこんな感じで打つと、さっきの自分が設定したやつを元に向こうが返してくれるっていう感じになります。はい、あと使い方的には、この辺から編集画面に入ったりとか、こんな感じの、まあ、説明を見れたりします。あと、サイドバーに残すとか、サイドバーから消すみたいなのもこの辺からできますね。はい、キープインサイドバーで、サイドバーに固定するということで、まあ、別にいらないんで消しちゃいましょう。はい、ということで、基本的な GPTs の使い方っていうのを話してみました。正直、ここまでの説明って昨日の説明とそんなに変わらなくて、まあ、昨日の説明に補足説明がくっついたぐらいなんですけど、今日の本題、ここからですね。で、先に言っときます。ここからの話、めちゃくちゃ難しくなります。はい。ただ、なんでそんな難しい話をするかっていう話なんですけど、この難しい話を理解しないと、GPTs の本当の凄さが理解できないから、なるべくわかりやすく話すので、ぜひ、ついてきてもらえればなと思います。で、個人的に GPTs の一番便利だと思うポイントですね。これ何が GPTs 一番便利ですごいかっていうとですね、多分ほとんどの人がまだ気づいてないんですけど、GPTs めっちゃすごいポイントがあります。何かっていうと、他の API を GPTs 経由で叩けることですね。これがマジで半端なくすごいんです。API を叩くとか URL を叩くっていう言い方をするんですけど、これはアクセスすると同じことだと思ってください。はい。なんで URL を叩くって言ったら URL にアクセスするだと思ってもらって大丈夫なんですけど、まあその慣習的に叩くっていう言い方をするんですが、その GPTs からね、API を叩けるようになると何ができるかっていうことなんですけど、例えばね、郵便番号から住所検索できるような GPT も作れるし、あとホットペッパーと連携してお店の情報を教えてくれる GPT も作れるし、あとはサイトの URL を指定するだけで SEO 調査ができるような GPT も作れます。要するに、ノーコードでチャット GPT プラグインみたいなものが簡単にできるってことですね。いや、すごくないですか？チャット GPT プラグインってそういうのあるじゃないですか。例えば、食べログとかっていうので、その食べログのプラグインを入れて、例えば、東京の美味しいラーメン屋さんっていうのを打つと、東京の美味しいラーメン屋さんを提示してくれるみたいなプラグインありますよね。そういうのがあるんですけど、チャット GPT プラグイン作ろうと思ったら大変なわけですよ。それは当然、コード書いていかないと作れないんですけども、なんと GPTs を使うと、ノーコードでそういうことができてしまうということで。はい。で、ちなみに、さっき、いろいろ挙げた、まあ、その郵便番号検索の GPTs とか、そのお店の検索 GPT とかね、そういうものに関しては実際に作ったので、後で見せようかなと思います。で、こっからの話なんですけど、まあ、そもそも API って何なのっていう話なんです。で、この API、全くわからないと、今日の話が、まあ、大部分が理解できないので、ぜひ頑張って理解してほしいなと思います。なかなかね、そのエンジニアじゃない、プログラマーじゃないっていう人は API なんて言葉もなかなか聞かないし、触ったことないと思うんですけども。はい、なるべくわかりやすく解説をしていこうと思うので、ぜひ聞いてください。この API、まあ、今から話していく API ね、一言で言うと、異なるプログラムとか、あとウェブサービスの間をつなぐ仕組みみたいなものだと思ってください。API ってアプリケーションプログラミングインターフェースの略なんですけど、まあ、こんなの覚えなくていいです。別にそんなの覚えたところで一円の得にもならないので。API って、まあ、めちゃめちゃいろんな種類があるんですけど、有名な API だと、例えば Google マップのデータを呼び出せる API とか、あとは Stripe っていう、まあ、決済システムがあるんですけど、Stripe を使ってクレカ決済を簡単に導入できる API とか、そういうものがあります。
それって何かっていうと、Google マップだったら Google だし、ストライプだったらストライプっていう、その運営会社が API を用意していて、開発者はその API を利用して必要な機能っていうのをシステムとかサイトに組み込んでいくっていうことになります。はい。なので、まあ、その API を使うと簡単にね、マップデータを取得できたりとか、クレカ決済をさせることができるようになるよっていうことですね。で、API の分かりやすい具体例についても話そうかなと思います。多分、今の API の説明だけでも全く意味不明っていう人が多いと思うので、具体的な API の例を出して説明します。例えば、郵便番号から住所データを取得するという API というものがあります。はい、これ実際に見せます。はい、ということで、今、画面に映っているのが、郵便番号から住所データを検索する、取得する API ですね。URL みたいな感じになっているんですけども、これ、アクセスするとどうなるかっていうとですね、こんな感じの画面になります。さっきの URL にアクセスをするとこんな感じで住所っぽいものが書かれていて、まあそれが謎のフォーマットで書かれていると。まあ高知県南国市ホタルヶ丘というところですね。で、さっきの URL の後ろにくっついてたの7830060なんですけど、これ郵便番号ですね。要するにこの郵便番号の住所がここだよっていうのがこれで表示されているということになります。はい。で、これは何をしているかっていうと、まさにですね、郵便番号検索 API っていう API を使って住所を取得した例ですね。だから、例えば、今の API っていうのを自分のサイトに組み込んでおくと、ユーザーが郵便番号を入力したら、すぐに住所を自動入力するような仕組みが作れるということですね。なんかそういうの見たことありますよね。例えば、買い物をするときに郵便番号を入れたら、それ以降の住所っていうのは出てくる。入力の手間が省けるんで楽だっていうことなんですけども。まあそういうものが簡単にできるようなものっていうのが API で。まあ今回は郵便番号から住所を検索するものなんですけど、別にそれ以外の API っていうのもたくさんあります。どうですか？ちょっとは伝わりますか？じゃあ、この API ね、使わないとどうなるのっていう話なんです。まあ今の、じゃあ郵便番号から住所を検索するみたいなのって、別に API 使わなくても実現できるんです。そうなの。これ実現できる。ただ大変なだけなんです。じゃあ具体的に、じゃあ API 使わないで郵便番号から住所を検索するっていうのを実装しようと思うとどうなるかっていうとですね、まず郵便番号と住所の一覧っていうのを用意しなきゃいけないんです。で、それを用意したらユーザーが入力した郵便番号っていうのを元に住所を探して、その住所っていうのを出力するっていうシステムを組まなきゃいけないんです。そもそもですけど、そんな郵便番号と住所の一覧みたいなのを用意するのってめんどくさいじゃないですか。それに郵便番号とか住所って変わることがありますよね。なので、その辺のメンテナンスっていうのも全部自分でやんなきゃいけないと。ただ、これがさっきの郵便番号検索 API みたいなものを使うことで、URL を叩くだけでね、一発で住所を取得することができると。そのデータ更新とかそういうものは API の提供元がやってくれるんで、これが API のすごいところですね。はい。実際にはね、さっきの URL みたいにね、郵便番号検索 API みたいに URL の後ろ側に、こう、郵便番号をくっつけて URL 叩くだけで、そのデータを取得できるとか、そんな簡単にできるようなものじゃないんですけども、まあそういうシンプルな API も存在するよっていうことですね。なので、気づいていないだけで、みんな毎日何かしらの API のお世話になってるんです。もう API っていうのはあらゆるこうシステムとか、ウェブサービスに組み込まれているようなものなので。はい。ということで、ちょっと話戻します。API の話、今日の本題ではないっちゃ本題ではないので、まあ API っていうのがなんとなくでも理解できたということで話を戻すとですね、じゃあ GPTs で API 使うと何ができるのっていうことなんですけど、結論ですよ。これ結論は API 経由で正確な情報を取得することができるので、チャット GPT のハルシネーションの問題っていうのを解決することができます。これだけじゃないんですけど、まあこういうことができるっていうことですね。いや、こうなるとかなり凄そうじゃないですか。はい。他にも、だから、例えばメールを飛ばすとか、ワードプレスに自動で投稿するとか、そんなのも API 経由でできるようになります。はい。正確な情報を得られるっていうのはもちろんあるんですけど。なので、まあ正直言ってね、さっきの、郵便番号から住所検索するような GPT って API 使わなくても、チャット GPT に聞いたら、普通に住所を教えてくれるはずなんです。これちょっとやってみましょうか。はい。じゃあ実際にチャット GPT に API を使わないで郵便番号の住所を聞いてみましょう。はい。郵便番号7830060の住所を教えてくださいということで聞いてみます。はい、そうすると帰ってきましたね。郵便番号7830060は日本の高知県南国市に割り当てられていますというふうに帰ってきました。こんな感じで一応答えは返ってくるんです。ただ、これあんまり実用的じゃないんです。API 使わないでそのままチャット GPT に郵便番号を聞いて住所を教えてもらうって。なぜかっていうとですね、理由はハルシネーションが怖いからですね。今、もともと、その、郵便番号検索 API 使って、さっきの郵便番号が、まあ、その高知県の南国市っていうところだっていうのは分かっていたから、別に何の違和感もなかったんですけど、実際にやるときにね、チャット GPT に郵便番号を入れて、この住所だよって教えてもらったとしても、それ、間違ってる可能性あるじゃないですか。だって、ハルシネーションの問題があるんで。で、その間違ってるかもって、可能性があったら、怖くて使えないですよね。そしたら実際に検索しに行って合ってるかどうかは確かめないといけない。だったら自分で最初から検索しに行けばいいじゃんっていう話になっちゃうんです。はい。今ってね、そういう問題があってですね、怖くて実用的じゃないものっていうのは結構あるんですよね。その便利なのはわかると。
確かに便利かもしれないけど、でも実用的に使えるかっていうとなかなか難しいよねということですね。ただ、この問題っていうのが API と GPT を組み合わせることで解決してしまうということですね。はい。まあ、要するにですね、まあ、正確なこう情報を取得することができるので、そのハルシネーションの問題っていうのを解決することができるということですね。はい。嘘とか適当なことっていうのは言わなくなります。これさらっと言ってるけど、めちゃくちゃすごいことですね。はい。さっきも言ったようにね、個人的にGPT で一番感動したポイントですね。API 使うことで API で取得した結果を元に回答を作ることができるので、ね。まあもちろんゼロになるわけじゃないんですけどね。正確な情報を API 経由で取得することができても、最後の出力のところで適当なことを言ってくる可能性っていうのはゼロにはならないんですけど、ただ普通にその API とか何も叩かない状態で回答を作るよりも、よっぽどハルシネーションとか間違った情報っていうのは少なくなるということで。もうこれはその桁違いに少なくなるはずです。はい。ということで、まあ、いろいろと解説をしてきたわけですけど、難しい話が多くて疲れた人もいるかなと思いますけど、お疲れ様です。こっからはオリジナルの GPT っていうのを公開していこうかなと思います。実際に僕が作ったものですね。で、割とこの GPT 図話題になっていて、いろんな GPT をみんな作っているんですけど、まあ、SNS で紹介されているような、何に使うかよくわからないような GPT じゃなくて、いや、あなたそれ実際使わないですよね、みたいな GPT めっちゃ多いなと僕思ってるんですけど、まあ、あんまり僕そういうの作るの好きじゃないんで、できるだけ実用的なものっていうのを作ってみました。はい、全部じゃないんですけどね、そのうちのいくつかを紹介してみようと思います。はい、ということで、まず一つ目の GPT ですね。メール返信 GPT ですね。はい、こんなものを作ってみました。これはね、さっき長々と説明した API とか何も使ってない単純な GPT をカスタマイズしただけのものですね。で、どんなものかっていうと、まあ、そのままなんですけど、メール本文入れると、それっぽい返信文を作ってくれる GPT になっています。なので、例えば、実際にやってみましょう。こんな感じで、これ、まあ、サンプルね、実際に来たやつじゃなくて、適当にチャット GPT に作ってもらったやつなんですけども。はい。で、どんな感じの、メールを想定してるかっていうと、いつも楽しくメルマガ読んでます。私は最近ブログを始めたばかりで、アクセス数増やす方法やコンテンツの作り方で悩んでいます。何かアドバイスいただけないでしょうか？またブログの更新頻度についてもお聞きしたいです。よろしくお願いします。みたいなメールですね。まあ、こういうメールが来たというのを想定していってます。で、これをこのまんま、このメール返信 GPT っていうのに突っ込んでやります。そうするとどうなるかっていうと、まあ、今、メール返信 GPT っていうのは返信文を作ってくれてますけど、メールの返信文を作ってくれるという感じですね。はい。で、内容に関しては、ま、どんなものが来るのかっていうのがわからないので、こと細かく説明しているわけじゃないんですけど、文章の書き方だったりとか、そういうものに関しては、このメール返信 GPT の中で設定をしているっていう感じですね。はい。こんな感じですね。まあ、最後に中 G って書いてあるのとか、そういうのもこちらから指定をしてやるっていう感じですね。中の設定的にはこんな感じになっています。まあ、ここのインストラクション使ってるぐらいですかね。まあ、ルールみたいなのを決めておいて、まあ、フレンドリーな感じでとか、わかりやすく専門用語を使わないでねとかですね。そんなことが書かれてます。あと、メールの返信文の NG 例と OK 例みたいなのが、こんな感じで書かれているって感じですね。さっきも言ったんですけども、GPT ビルダー使ってこの辺作っていくとおかしくなっちゃうので、GPT ビルダーあんまり使ってないですね。まあ、最初は使ったんで、ちょっとだけここ、英語とかで入っているんですけども。はい。で、これに関しては別にブラウジングも何もダリとかも使わないので、全部ケイパビリティオフにしています。はい、こんな感じですね。まずこれが一つの GPT ですね。続いて紹介するのが、情報通信白書 GPT です。で、これ何かっていうとですね、情報通信白書の、第3節、人工知能、AI の進化が雇用等に与える影響っていう PDF がネット上に上がっていたので、それを元に回答できるような GPT っていうのを作ってみました。ただこれ、元の PDF 作られたのが平成28年度なので、チャット GPT とか出るよりもかなり前のものなので、なんでこの PDF 自体は古いものになるので、ただただ PDF 読ませて回答するようなものが作りたかったので、別にそこの情報鮮度っていうのはあんまり気にしていないので、まあそれでいいかという感じで作ってみました。で、実際にどんな感じかっていうと、はい、誰でもわかりやすいように専門用語を使わずに簡単に要約してくださいっていう感じで言うと、ここで、Searching My Knowledge っていう感じで、さっきの PDF っていうのを GPT 図のナレッジのところに上げているっていう感じですね。それを要約してくれているっていう感じです。はい、ちなみに回答を作ってる間に実際どんなものかっていうのを見せましょう。こういうものですね。はい、こんな感じの PDF がネットに上がっていたので、これをそのままダウンロードしてきて、GPT 図に突っ込んだという感じです。はい。なので今はこれの要約をしてくれているって感じです。2万文字いかないぐらいかなと思います。文字数的には。はい。ということで出来上がりましたね。要約するとこんな感じですということで、要約をしてくれました。もう一個ぐらいやってみましょうか。今は全体の要約だったんですけども、PDF の中に書かれていることを元に回答してもらうっていうこともできます。例えば AI は職場ではどの程度導入が進んでいるのっていう感じですね。で、これに関しては、ここですね。人工知能の職場への導入状況ということで。
はい、こういうコンテンツがあるので、こういう質問をしてみました。はい、そうすると、そのナレッジの中から該当箇所っていうのを探してきてくれて、それをもとに回答してくれるっていう感じですね。はい、まあ日本だと職場に AI が導入されているって答えですとか、約全体の5%と。で、アメリカだと職場に導入されているのが全体の13.7%っていう感じですね。実際に合ってるのかというと、合ってそうですかね。5%。すでに導入されていて、利用したことがある、導入されているけど、使ったことがないっていうのが、方が5%で、アメリカだと13.7%ということで、まあ、合ってそうですね、回答的には。はい、そんな感じのものが簡単にできます。すごいですね。今までだったら、チャット GPT とかでできなかったので、他のサービスっていうのを使ってやる必要があったんですけど、まあ、こういうのをやるのに、他のものを使う必要がないと。だから何か、わからないような PDF とか、いろんなものがあったら、オリジナルの GPT 使ってやり取りをしてやれば、それだけで、まあ自分がね、その本文とか PDF とか読み込まなくても、要約を知ることができたりとか、わからないことに答えてもらうことができるという感じですね。はい、もうこれもね、めちゃくちゃ便利ですね。さっきも言ったんですけど、情報通信白書自体には別にそんなに、この PDF には意味がないので、まあこれをね、自分自身で使いたい PDF とかに変えていってもらえるかって感じですね。ちなみにこれも中見せましょう。どんな感じになっているか。はい。もうこれね、完全に、GPT ビルダー使わない方がいいなって判断したんで、使わないでやっています。中めちゃめちゃシンプルですね。もう質問に対してナレッジファイルを元に答えるっていう風にしています。まあ、ナレッジファイルという書き方が合ってるのかわかんないけど、一応これで答えてくれてるので、こんな感じにしています。で、ここに PDF あげているだけですね。で、PDF 追加であげることもできるので、別に一つだけじゃなくて二つ三つってあげることができるので。はい。まあ、そんなのもね、ぜひ使ってみてください。はい。続いて、作った GPT が、郵便番号検索 GPT ですね。API の説明の時に、郵便番号検索 API に説明をしたんですけど、それを使った GPT ですね。で、実際にどんな感じで使うかっていうと、はい、こんな感じで、まあ、郵便番号を打ってやりました。そうすると、こんな感じでね、まあ、ZIP コードっていうところに、まあ、この数字を入れて、これを API に送ろうとしてるというか、通信しようとしてるんで、それをアローで許可してやります。許可も止められます。勝手にやり取りをしないので。はい、そうすると、こんな感じで帰ってきました。はい、普通に、これを送るだけだとチャット GPT とかでうまく動かないと思いますけど、まあそういうふうに GPT 自体がもうすでに郵便番号検索のための GPT として作られているので、これを送るだけで、こういうふうに住所が返ってくると。まあ住所のフォーマットの返し方とか別に指定してないので、まあこんな感じで返ってきてますけど、別に出力のフォーマットを指定してやれば、その自分が欲しいフォーマットで出力することができます。で、これ中身どんな感じになっているかというと、はい、まあこの辺ほんま何も書いてないですね。まあ、ほんま書いた方がいいです。これはめちゃくちゃ手抜き。はい。で、メイン、ここのところですね。オリジナルの GPT の作り方のところでは飛ばしたアクションのところですね。ここのところに、こんな感じで、この API を使うみたいなことが書かれています。はい。ただまあ、正直、この解説はしないです。この解説するのはちょっと難しいですし。まあ、こんな感じで設定をしていくと、こういうものが作れるっていうのを理解しておくだけでいいかなと思います。まあ、画面もね、さっきも言ったんですけど、ちょっと変わっちゃってて、使いにくい感じになってるので、まあ、そのうちもっと使いやすい画面に戻ると思うので。はい、続いていきましょう。お店検索ですね。これ、間違えてお店検索 API ってなってますね。名前間違えてるんで、お店検索 GPT って書こうと思ってたんですけど。で、これどんな GPT かっていうと、キーワード入れたらお店を検索してくれる GPT ですね。で、中身っていうのは、さっきの郵便番号検索と似てるんですが、API を使ってます。ホットペッパー API っていうのを使ってお店の情報を検索しているという感じになっています。実際に使ってみましょう。はい。大阪のお寿司屋さんを教えてくださいというふうに書いてみました。これ別にキーワードだけでもいいです。大阪お寿司屋さんとか、大阪お寿司だけでも問題ないです。はい、そうするとさっきと同じですね。まあ、この打ったメッセージをもとに、キーワードっていうのをこんな感じで AI 側で考えてくれて、まあ、これで通信してもいいかっていう感じなんで、通信します。はい、そうするとこんな感じで、大阪のお寿司屋さんの情報っていうのが返ってきます。すごいですね。ここでは住所とジャンルと詳細ですね。ホットペッパーから取得してるんで、こんな感じでホットペッパーのページのリンクとかもあります。どんな情報が返ってくるのかっていうのは、その API とか、あとは API の設定とかにもよるんでね、決まっているようなものではないですけども、まあ、ここではこんな感じで返ってくるっていうことですね。はい。これもね、さっき言ったんですけど、今までだったらチャット GPT プラグインみたいなのを作って、それでやる必要があったんですけど、そんなものを作る必要もなくなったんですよね。GPT 図が登場して。これもね、ほんとすごいですね。あ、もう一個ぐらいやりますか。せっかくなんで。はい。今、お寿司屋さんだったんですけど、難波のラーメン屋さんを教えてくださいということにしてみました。大阪難波ですね。はい、そうするとまた難波ラーメンっていうキーワードを作ってくれるんで、まあこれをアローで許可してやると。はい、そうするとお店の情報が返ってきます。便利。ラーメンが好きです、難波店。いいですね。センス溢れる名前してますね。インディーラーメン懐かしい。行きたい、久しぶりに。はい、ということでこんな感じで使えます。
で、中どんな感じになってるかっていうと、はい、こんな感じになっています。API から名前直しちゃいましょう。GPT に。はい、ちなみに更新するときはここで更新をしてやります。はい、こんな感じですね。まあ、ほとんど指示みたいなところもないです。まあ、API になりてるんで、エンドポイント URL っていうのをこんな感じで入れているんですが。まあ、これもどうせ後で使えなくしちゃうので、別に問題はないです。映っていても。はい、で、こっちの設定がこんな感じになっています。まあ、パラメータの設定とかがされているっていう感じですね。はい、API を使うとこんな感じのことができるということですね。そして、続いての GPT ですね。これ、SEO 調査 GPT ですね。個人的にはこれ一番実用的でやばすぎる GPT だと思っています。で、何をするやつかっていうとですね、URL を指定すると SEO の調査をしてくれるものを作りました。僕ブログとか SEO やってるんでずっと。そういうので実用的なものを作れるといいなと思って作ってみました。で、今回どんな SEO 調査してくれるかっていうとですね、ドメインの評価と、あとバックリンクを調査してくれるようなものですね。バックリンクって非リンクって意味なんですけど、そういうものを調査してくれるやつです。で、データどっから引っ張ってるのっていうと、これ、Ahrefs っていうツールね、海外のツールがあるんですけども、そこから引っ張っています。SEO 調査とかできるウェブツールで有名なものなんですけど、はい、そこからデータを引っ張るようにしています。昔からめちゃめちゃその Ahrefs 自体は使われているんですけども。はい、で、実際やってみましょう。どんな感じかっていうとですね、ブログランク .jp のドメイン評価を教えてっていう感じで打ってみました。はい、そうするとさっきと同じ感じで通信しようとしているんで、これを許可します。ちなみにこのブログランク .jp っていうのは僕が運営しているみんなのブログランキングっていうランキングサイトみたいなのがあるんですけど、それのドメインですね。はい、そうするとこんな感じで返ってきました。ブログランク .jp のドメイン評価51ですということで、これ Ahrefs のデータを元に出されているものですね。いや、すごくない？普通に。これチャット GPT なりでできるということで。はい、もう一回やってみましょうか。続いて、今ドメイン評価聞いたので、非リンクですね。今度ブログ相談 .com の非リンク教えてっていう感じにしました。はい、ブログ相談 .com も僕が運営している。まあ、僕がっていうか、うちの会社で運営しているやつですね。ブログ相談 .com って、まあ、名前の通りなんですけど、ブログの相談が無料でできるウェブサービスをやっていて。それの非リンクですね。あんまり他の人の、ね、そういうのを勝手に調査して、ここで YouTube に載せるっていうのは、あまり行儀がよろしくないので、一応自分の会社のやってやりました。はい、ということで出力がされました。非リンク情報ですね。ブログ相談とかの非リンク情報っていうのをこんな感じで取得しました。何回も言いますけど、これ、Ahrefs っていうツールで取得してきているものなので、チャット GPT が適当にやったものではないですね。チャット GPT に多分こういうの出力してくれって言ったら API 使わなくてもやってくれるんですけど、多分ほとんどの情報が嘘。多分っていうか絶対嘘なんですけど、適当な情報を出力してくるので全く使えないんですけども、こんな感じで API と連携させることで、チャット GPT のお願いするだけで調査することができます。はい、ちなみに中身どんな感じになっているかっていうと、これなんか GPT ついてないんで GPT つけましょう。はい、まあ、ドメイン評価と非リンク調査ができるようなものですね。まあ、指示のところには大して書いてないです。もうほとんど API でやっちゃうので、まあ、表形式で出力してくださいねとか、そんな感じですね、書いてあるのは。はい、ということで SEO 調査 GPT を作ってみました。いや、正直めっちゃすごくないですか？まあ、これ今回はドメイン評価とかバックリンク、非リンクの調査してくれるだけなんですけど、もちろんもっと鍛えればもっと便利になります。もっと他のデータ引っ張ってこようと思ったらいくらでも引っ張ってこれるので、めちゃくちゃ個人的には便利だなと思っています。まあ、ブロガーとかね、SEO やってる人だったらかなり便利かなと思うんで、まあ、ほんまはこの GPT、今公開してないんですけど、公開してみんなに使ってもらいたいなと思うんですが、ただこれ、みんなが使った分だけ API 料金かかって、うちが払わなきゃいけないんで、現状はね、そういうのが難しいんですよね。ただ、クオリティだけで言ったら別に有料ツールとして販売したって全然おかしくないレベルかなと思うので、まあ、その辺が惜しいなという感じですね。まあ、OpenAI さんが、なんかその辺をうまいことやってくれると、まあこういうのもね、バンバン作って公開できるのかなと思うんですけども。はい、ということでね、こっからはせっかくなんで、API とかを使って他人よりも使える GPT 作りたいぜっていう人に向けてのアドバイスをちょっとしていこうかなと思います。今までの話だけで API とか専門的すぎて全然わかんねえよ、マウント取ってんじゃねえよ、なんて思ってる血気盛んな人がいるかもしれません。確かに今日の話めちゃくちゃ専門的な話が多めで、まあ、内容ちんぷんかんぷんっていう人はね、いるんじゃないかなと思います。それは理解した上で、動画撮っています。ただ、ほんまにこの GPT ってすごいので、なんとか凄さを伝えたいだけだと思ってください。別にマウント取りたいわけじゃないです。最近動画内で漫画とかアニメの例えが多いのもマウント取りたいわけじゃないです。というか、漫画たくさん知ってっていうマウントって何なんっていうことなんですけども、わからない人はわからないで全然いいかなと思います。全然聞き流してもらって OK です。その漫画の例えもそうだし、 APA の話も、ほとんどの人は知らなくても別に困らないので、ただ、知っておくと知らない人よりも先に進めるよっていうだけですね。はい、ということで、まあまあアドバイスなんですけど、
GPTs でさっきみたいな郵便番号検索の API とか、ホットペッパーの API とか、まあ、そういうものを叩くときにはまりがちな注意点ということなんですけども、サードパーティーの API って何かっていうと、まあサードパーティーってオープン AI 以外のどっかの企業とか個人だと思ってください。まあ第三者のとかそういう意味なんですけども、で、何かっていうとですね、GPTs で API 叩いてもエラーが起こって期待通りの結果っていうのが返ってこないことがあります。例えば GPTs からホットペッパーの API 直接叩こうとしても、エラーが起こって、何も取得できなかったりするんです。で、これ実際に触っていてちょっとだけハマったんですけど、設定絶対間違ってないんだけど、なぜか結果が返ってこない。いや、なんでなんだろうなと思って。で、これ原因何かっていうとですね、サーバー側のセキュリティ対策ですね、そこが原因だったりします。まあ、詳しい話はそんなにしないんですけど、まあ、一応だからサーバー側の問題で別に設定間違ってても、そうやって結果がちゃんと得られないことがあるよっていうことですね。で、こんなことを言うとですね、適当なこと言うのは詐欺しようと。お前さっき、ホットペッパー API でお店検索する GPT 自慢げに紹介してたやんけって思った。うちの件の多いあなた。落ち着いてください。GPTs を自慢げに紹介していたっていうのは全然認めるんですけど、別に嘘ついてるわけでは何でもなくてですね。実はさっきのお店検索するやつ、GPTs 内でホットペッパー API 叩くために一工夫をしています。で、結論何かっていうとですね、どんな工夫してるかっていうと、直接 GPTs 内で API 叩かないで、別のサーバーっていうのを経由して API 叩くようにしています。はい。まあ、具体的にどうすればいいかっていうのは長くなるし、専門的すぎるんで、今は解説できないんですけども。とにかくね、GPTs 内で、この API 叩こうとしても叩けないっていう人は今日の話、今の話ね、思い出してもらえるといいんじゃないかなと思います。普通にパラメータ設定とか、いろいろ間違ってて動かないっていうのも全然あるんですけど、まあ、そういうのが間違ってないっていう前提で動かないときには、そうやって別のサーバー経由するとできるっていうことですね。はい。なので、まあ、さっきのホットペッパー API とかっていうのは、実はですね、この GPTs、まあ、ノーコードでオリジナルの GPT 作れるみたいな話をしていたんですけど、さっきのは完全なノーコードではないです。別のサーバーにプログラムっていうのがちょっと置いてあって、その難しいプログラムじゃなくて、チャット GPT で一発で書けるようなものなんですけど、まあ、そういうのが置いてあって、GPT 内からそのプログラムにアクセスをして、このプログラムがそのホットペッパーとかの API と通信をして情報が返ってきて、これをもう一回こっちの GPT 側に戻すみたいなことをやっています。はい。すいません。わかんなかったらもうわかんないで。はい。何の雰囲気ですけど、まあ、理解できなかったらもう全然それで大丈夫なんで。この話っていうのはもう GPTs をもっともっと使いこなしたいっていう人向けの難しい話だと思ってください。はい。ということで今日のまとめですね。GPTs で実際にオリジナル GPT が作れるようになったのでいろいろと試してみました。個人的にはチャット GPT の新しい機能の中でもトップクラスにすごい機能だと思っています。冗談抜きでこの GPTs 使いこなせるかどうかで、この先の仕事の仕方とか生産性とかめちゃくちゃ変わってくるんじゃないかなと思います。まあ、GPTs ね、アイデア次第でいろんなことができる分、理解するのが難しいのでね、ほとんどの人は多分何もしないんじゃないかなと思います。GPT ってちょっと触ってみて、ああ、なるほど、こんなものかって終わってしまうと思うんですけども。だからこそ、難しいからこそね、この GPTs っていうのを使いこなすことができれば価値があるし、お金を稼ぐチャンスもあるのかなと思います。もしかしたら、オールツールとか GPTs もね、まだ開放されてない人もいるかもしれないんですけども、すぐに触れるようになるはずなんでね、焦らずに、Webshock TV の動画なんかを見て、勉強して、モチベーションを高めておいてください。今日の動画を見て GPTs に興味持ってもらったらぜひ試してみてほしいなと思います。あとこんな GPT 作ってほしいよっていうのがあったらぜひ言ってください。まあ僕もね、できる範囲でやって公開できるものに関しては公開をしていこうかなと思います。はい。ということで今後も最新 AI についてどんどん解説をしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと無料で参加できる AI の最新情報を学べるコミュニティ AI ラボやってます。AI ラボのメンバー数がありがたいことに4000人を突破して、年内4000人目標だったんですけども、それをだいぶ巻いて4000人を突破しました。で、もうすぐ4100人を超えるんで、結構ね、勢いよく増えているので、もしよかったらこの機会に入ってもらえればと思います。AI ラボではメンバー同士で AI の最新情報を共有したり、質問を相談したり、交流などやっています。非常に緩いコミュニティなので、誰でも歓迎です。初心者の方とか AI にちょっと興味あるんだけどな、ぐらいのテンションで入ってもらっても大丈夫です。無料なんでね、クレカ登録とか何もいらないですし、途中から有料になるみたいなのもないです。はい、スラックでやってて誰でも参加できるので、興味あったら概要欄のリンクからぜひ参加してください。ということで、今日の動画はこれで終わりにしようと思います。では、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。